おはようございます。7月12日第323回ポコナカワヤニマルラジオになります。今日はね、アマゾンのまたまたですね、オリノコのがね成長してるから、オリノコばっかり出してるんですけど、アマゾンもね着実に成長していて、まあ多分3、4だと思うんですけどね。まあオリノコより遅れて多分3、4ヶ月後に来たやつで、まあサイズはでもね、オリノコよりでかいサイズで来てたんですけど、まあ、どっちが成長いいかって言ったら、やっぱ檻の子の伸び具合と比べると、やっぱりアマゾンの方がね、最大好調がちっちゃいということで、ちょっと緩やかなのかなとは思っていますが、それでもね、かなり大きくなりました。ちょっと今回ね、餌が土壌を買いに行かないで別した小赤いちょっと大きいやつなのかな、をあげてたんですけど、やっぱり土壌の方がね、管理もしやすいし、食いもいい気がします。なんでね、ちょっとまた次からね、土壌に戻そうとは思っているんですけど、その、ね、おかげかすごいね大きくなってきているんで、まあこの調子でね、今年を乗り切って来年ね、また大きくなった姿を見たいなと思っています。よいしょ。なんかあんまり今日は動きが緩慢ですね。ちょっと冷えちゃったかな、水が。あまりの暑さにね、部屋をエアコン入れてね、30度設定してるんですけど、エアコンが直接当たる場所なんでね、もしかしたらちょっと冷えちゃってるかもしれないんで、ヒーターをねかけた方がいいのかもしれないですね。まあ、冷やしながら温めるっていうすごい無駄なことなんですけど、まあ、その辺も考えてやらないと、こいつらやっぱりね、なかなか難しいのかなと思います。またまたね、本当変わったカメなんですけど、オリノコとアマゾンがね、出頭して今別種になってるんで、種として分かれたのが本当なんか相当昔っていう話だったんでね、ちょっとこの間は覚えてたんですけど、今忘れちゃったんであれなんですけど、なので、同じような見た目ですけど、ね、かなり、違うっていうことまででしょうね。まあ、今後ね、研究が進んでいけば、カメもね、どんどんいろいろ分かれていって、細かく分化して、ね、今まで同じと思っていたものが実は違うよとか、ね、そういうのが増えてくると思います。まあ、こればっかりはもうしょうがないことで、なのでね、同じ種類と思ってたのが別種になってしまったらね、まあ、そもそもそこでハイブリ論争とかそういうものもね、おかしな話になってしまうんでね、難しいなって本当に思います。なんで、ね、こだわる人はやっぱりロカリティをしっかり、ね、見極めて、ね、購入すればいいと思うし、まあしょうがないよねって人はそこはまあある程度ねざっくりいくしかないのかなと。で、僕たちが増やした、ね、生き物をじゃあ自然に戻すのかというと、そういうことはもう絶対ない、まあ、しちゃいけないことなんでね、そう考えるとそれはそれでねありなんじゃないかなと、まあ、いわゆるペットグレード的な扱いということですよね。なんでその辺っていうのは、他の爬虫類では結構ね、ハイブリッド気にしない人たちって多かったりするんですけど、ことカメに関しては日本ではね、ハイブリッド嫌がられる傾向が強いのかなと思っています。まあ、お隣中国はねもうバンバン作ってるし、ね、あとは巨大な繁殖場だとね、どうしても混ざってしまうということが起こってしまう。これはまあね、しょうがないことなのかなっていう気がちょっとしちゃうんですよね。難しい話になってきてしまいますが、やっぱりすんなりね、しっかりっていうのは難しいんで、そこはねもうマニアがこだわって、大事に作っていくしかないのかなと思っています。なんでね、やっぱりこの辺はね、ブリーダーさんにこだわってやってもらう、ね、こだわるブリーダーさんにね頑張ってもらうしかないのかなと僕は思っています。そういうことでね、クレスポパコさんの、ヨーロッパ沼亀、おそらくうちのはメスなのかな、なんでオス個体をどこかで、ね、持っている方がいたら、まあ、多分出してくれないと思うんですけど、レア産地なんでね、大歓迎なんで探しています。まあ、クレスパコさんをちょっとね、ヨーロッパ沼亀のペアにしたいな。で、昨日ね、ヨーロッパの長め別で2匹来たんですけど、どうも全てオスっぽいなっていう感じなんで、そっちはオスさんになっちゃうんじゃないかなっていう恐ろしい感じです。
まあ、1匹でもメスがいてくれればね、オスにメス1でメスを追加していけば、まあ、結果的にオスにメス4とか5とかになれば、ね、いいのかなと思うんですけど、現状オスさんだとね、メスを5、6匹集めないといけないかなっていうふうになってしまうんで、ちょっとしんどいなとは思っている感じです、ね、このオスメスのオスだけはね、どうしようもないんでね、あれなんですけど、難しいなと思いながら、飼育をしていくしかないのかなと思っています。また今日もね、本当うだるような暑さが続いて、まあ、昨日、一昨日が、ね、一番僕の中で暑かったかなと思って、本当車乗っててね、ちょっと熱中症じゃないかってぐらいになっちゃったんですけど、昨日はね、まあまだ良かったです。だから今日もまだいいぐらいでね、住んでくれるといいなとちょっと思って、これから仕事に行こうと思ってるんですけど、ね、子供の調子もちょっと悪かったりで、いろいろね、ややこしい感じなんですけど、あ、で、あ、そう、まかりね、今週末だと思ったら、僕、海の日の前がまかりだと思ってたんですけど、一週後でしたね、来週でしたね。なんで、ちょっと勘違いしていましたんで、いや、まかりは来週の感じなんで、今週はね、僕はもしかしたらアクアリンバスちょっと顔出そうかなと思ったりもしているんですけど、まだ行くかわからないです。今週はアクアリンバスでしたね。なんで、ちょっと勘違いしておりました。すいません。アクアリンバスもね、かなりの出店者さんがいらっしゃるということで、まあ、金魚からね、爬虫類まで、ね、いろいろ見れると思いますので、ぜひ行ってみると面白いんじゃないかなと思います。特にね、亀が、変わった亀が多い気がする。出店者さん見た感じだとね、普通のいくつものイベントに出てないようなところが、亀の強いところが出てたりするので、ね、もしかすると面白い亀を見つけることができるのかなと、思ったりしています。なのでね、ぜひぜひ、気になる方は、訪ねてみるといいんじゃないかなと思っています。いや、本当もうね、暑くてすでに嫌になってますけど、ね、この時期は本当いろいろ管理がね、まあ、暑すぎちゃってね、もうちょっと下がってくれるとちょうどいいぐらいなんですけどね、33度4度ぐらいで最高気温がって感じだったんですけど、昨日帰ってきたらね、本当窓全開にしてたんですけど、窓とか網戸にはしてたんですけど、水が全部お湯になってましたもんね。まあ、ちょっと危険だなということで、今日からね、ちょっと日中は冷房を入れて30度設定にしてね、それより暑くならないような調整、そして本当に太陽に当てようっていうことを考える方いらっしゃると思うんですけど、殺人的なね、本当人ですら危ない状況なんでね、今の状況っていうのは。こと体が小さいね、生き物たちにはね、本当一瞬で体温がね、上がってしまうので、相当厳しいものになると想像できますので、本当ご注意ください。ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。